めっちゃ油断してた今。今すごい油断してた。ラーメン食べようとしてたでしょ。食べたい。胸ラーメンが。お腹いっぱいだった。はい、あ、本当にお腹が太ったのね。いやいや、朝から何も食べてません。食べてないんですか。ただただ悪口です。それではイシクリのエブリマンデースタートでーす。石田クリーニングは2022年も全力疾走。綺麗さっぱり。全力クリーニング。全力リフォーム。動画配信、ドローン撮影、全力アルスタ。今年の石田クリーニングもめっちゃ。皆さんおはようございます。5月30日石栗のエブリマンデースタートです。今日オープニングがしまなみ海道だった。しまなみ海道ってどこですか。え、これよ、今治のでも、まあ、アルスタでやってます。はい、なんで、あ、小川照美です。はい、はい、小川照美さん、はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、愛媛県住みます芸人、姫ごろん傑作です。お願いします。お願いします。あら。はい。なんでしまなみ海道やったんですね。うん。そしてアルスタキャスターの西田桃香です。よろしくお願いします。はい、お願いします。しまなみ海道ってどこですか。え、ほんまにわからんの。本当にわからない。愛媛に住んで。しまなみ海道っていう橋があるのはわかりますけど、はいはい、どこにあるかは知らないです。なんで？あー、しまなみ、全部総称してしまなみなんでね。6つの。そう、うん、橋があってね、うん、それをもう全部が島の海道。すごい。でも黒島大橋かな、あれは。すごいポカンとしろ。うん、はい、今度行ってみてください。わかりました。も、うん、ももちゃんなんか茶髪にしたね。前からです。あ2、3週間ぐらい前からです。おしゃれなね、感じに変化を探そうとしてる。変化を探そうとしてるんですけど、オープニングのね、映像はね、はい、しまなみ海道のところでしたけど、はい、今は、石田クリニングアルファ竹原っていつもと変わらずのところでやっております。はい、知ってます。え、あれなんですか、そのさっきの生中継的な。生中継じゃなくて収録じゃない。あ、収録なんだ。うん、朝5時から撮ったらしいよ。え、なんで暇やったよね。あ、なるほど。プロデューサーが暇だったのよね。あ、プロデューサーが行ってきた。バイクで行ったんじゃない。わざわざ行って、うん、行って、あの、ちょっと撮って、で、ここに流したかったよね。え、バイクで行ったんですか。このめっちゃ雨降ってる中。うん、いや、わからないですけど、ね、分からんのかい。みんなの想像にお任せします。いやいや、小川さんの想像で膨らんでいってるよ。あ、私ね、うん、そうそう、想像が好きなんで。妄想ね、妄想、うん、妄想が暴走するんやけどね。妄想が暴走。おー、ラブゲー。はい、松山市内も行けるそうなんですけれど、いつもの、あ、松山城、おー、くるりも映ってるね。これ、生放送ですか。ライブ配信、朝5時から撮ってきたら。朝5時から。いろんなとこ行ってんな。今治におったと思ったら、しまなみ海道今治やからね。うん、あ、今治なんですね。今治におったと思えば、うん、朝5時になったら、松山城の方も映してる。これレンズ、雨ついてるな。うん、いや、じゃあやっぱり今日のね、朝の映像なんですね。はい、うん、もうみ、朝から元気やな。竹原も行くんですか。行きますね。ちょっと晴れてきたね、やっぱりね。おうおう、ちょっと晴れてきたけど、これ生放送ですか。生放送です。これ朝5時じゃないですか。朝5時じゃないです。です雨は止んでますよね、今。いや、パラパラなんですか。パラパラは降ってる。でも緑がね、綺麗やね。確かに、うん、新緑の季節になりました。はい、5月も最後です。5月、あ、明日で最後です。新緑の季節ってもうだいぶ過ぎてやない。うん、でもなんか気持ちいいよね、外行ったりとかしたら。うん、家族で行きます。どこに。あの、なんかピクニックとか。あ、ピクニックとか、あ、まあ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 、そうですね。なんか公園とか行っても、なんか
なんか、うん、最近別に行った思い出もクレープ食べに行ってましたよね。クレープは食べに行ってた。あ、可愛かったね。可愛かったね。インスタ見てください。きづきさんのね、インスタご覧ください。はい、はい、で、チャット行きましょうか。牛眼鏡さんからおはようございます。おはようございます。キズタクさんのシャツの絵柄が気になりますということで、ちょっと前に出 て, いいです、ね、出てみて。前に出るの？うん、ちょっとほら、シーフードって書いてある。シーフード、はい、うん、シーフード味がいいです、うん、はい、ちょっとごめんなさい。美味しいですよね、うん、はい、美味しそうなね、T シャツの絵、はい、お腹空いたら食べれるっていうね、うん、おー、はい、便利ですね。ちょっと食べてみて。この長お、長い、この長さですね、うん、はい、もうなんか、もうあとスープとか残ってないんで。あ、飲み干しました。え、飲み干しました。飲み干した、さっきスープ飲んだ、うん、なるほど。その後麺食べようと思って、うん、ドラムみたいだね。どういうこと？どういうこと？お腹じゃないの？そんなの売ってるの？これは普通の、はい、そこら辺で買ったやつです。あ、そうなんや、すごいね。そこら辺で買いました。カップヌードル、すごい。カップヌードルがすごいや。で、うん、お天気なんですけれど、今週のお天気はですね、はい、雨もちらほらしてますね。が、うん、う、梅雨入りがね、だいたいね、6月の初めっていうことで、今年は早いかもしれないっていうこと言ってましたよ。言うても、あさってで6月やんから。ほうほうほう、やから、ほうほうほう、いつ来るか、梅雨入りがね。うん、もうすぐ来るかもしれんと、うん、なので、うん、準備を しとかないといけないということで、先週のね、うん、エブリマンデーでもお伝えしたと思うんですけれど、はい、肛門の洗いとか、うんうん、ですね、あのなかなかね、はい、ちょっとジメジメしてきますので、うん、カビが発生しやすいのになりますのでね、はい、私はね、土曜日にね、カーテン洗いをしました、うん、おー、いいじゃないですか、うん、なのでそういうのもね、うん、で石田クリーニングももちろんね、洗えますので、うん、はいはいはい、時間がない方は石田クリーニングご利用ください。うん、洗うおしまを今押してるじゃないですか。 あ、はい、あれって月じゃないですか。え、あれって月ごとじゃなかったっしょ、月額制じゃなかったっしょ。あ、そう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 、はい、島奥はね、はい、保管サービスね、うんうん、布団専用の保管サービス、あれは1ヶ月ごとで、あれ決まってるんですか、月締めの日とかは。あ、そうですね、持ってきた日から1ヶ月。じゃあもう、はい、持ってきた日から。そう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 、持ってきた日からなんや。うん、ほう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 、納期じゃない。あ、納期からかな、仕上がり日から1ヶ月。あー、2ヶ月、3ヶ月。なるほど、補助ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。で、アロン君は、はい、お布団専用の宅配クリーニングになってますので、うん、はいはいはい、そちらもぜひご利用ください。はい、ご利用ください、はい。それでは、伊予市灘町にある本店、うん、京本社長と中継をつない。あ、今電話中みたい。ああ、電話中。すごいね、ズームつなぎながら電話中っていう。大変、こっちもこっちも耳、どっちも耳から音声を入れればいいのか、わからない状態だ。もうこの…しまいにゃ。こうやろ、こうやろ。じゃあこうやったらあかんねん、こうやったらあかんねん。こっち聞く側でこっち喋る側やからさ、こっち聞く側で喋る側やからさ、こうしたらさ、ただ単にお互いがさ、ねえ、ねえ、しゃべれない。こうなんだよ。もう大丈夫みたいですよ。社長、社長、おはようございます。処理したいの、処理したいの、こうじゃなくて電話一つですごい広がってる。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ごめんなさい、ちょうどタイミングよく電話かかってきたんでね。はい、うん、まあちょっと嬉しい電話やったんやけど、まあそれはまたお祝いの話しようやね。ああ、さっきね、話しよったように、ちょっとね、もう梅雨が近づいてきてるなということでね、うん、春の繁忙期、衣替え時期ね、心をなくさんけど忙しい時期ね、が、そろそろ尻尾が見えてきたかなということです。で、ここから先ね、夏に向けて、クリーニング業者というか、我々の仕事、メインのね、定番の商品は、暇になってきます。まあ、世の中のね、いろんな商売が2月、8月、日発は暇よってよく言われるんですけど、クリーニングも一緒で、2月、8月はね、暇になっているのね。から、そういった時に、じゃあどんなことを、我々、お客さんにね、ご利用していただけるかって考えてるわけなんですけど、夏場はやっぱりカーテン、お盆も近づくからね、帰省してくる人とかお客さんが増えるとか、法事があるとかいうんでね、お家の、カーテンだったり、座布団だったり、なんか、もしかしたら泊まるから、シーツだったり、布団だったりというのを、クリーニングしたいなって思われる方も増えるんじゃないかなと予想されます。といったようにね、
お客さんがどういうかな、あこういうことでもしかしたらお役に立てるんじゃないかなというのをね想像しながら、我々が持ってるサービスご提案するともしかしたらお客様がご利用いただけるんじゃないかなと思いますから、ぜひね皆さん石田クリーニングをやってるサービスもう一回復習をねしてもらえたらと思います。ということで、ちょっとね今日の資料をまた共有させてもらいますね。見えるかな、大丈夫？あ、見えますよ。はい、見えます。で今日の内容はね、さっきお話したように夏の閑散期に向けてね計画的にいろんなことを取り組んでいきましょうねという話です。大体はね大まかな話今したんですけども、今お布団のクリーニングのをお勧めしてますし、これから、夏場ちょっとね暇になってくると、なんかな定番商品以外にもねどんどんこうなんかな力重点的に作り出すことができるので、リフォームだったりスニーカーやったり靴やったりでダークアップだったりね、もう一回お客さんにお勧めしていこうかなと考えております。資料ねちょっと作った、これ旧作さん見覚えあることない？これもちろんです、衣装なので今でも履いてますので、はい、あ今履いてる。でこの間ねこれちょっと旧作さんご利用していただいたんで、どんな形で仕上がるかなと思って作業風景も撮っといたんよ。あ、ありがとうございます。で結構ね汚れ取った、汚れ取ったんやけど、うん、汚れかなり綺麗になっとったでしょ。今はどうか知らんよ、今はだからまた測れるとあれやけど、そういったのね、スニーカーだったり、うん、あとさっきダークアップいうお話したんやけど、ダークアップもねこういう商品が、ある程度綺麗にできるよというのね。ブルーのコートです。結構ね、あちこちにこう色が脱色、スレーのね、脱色だと思います。こうやってね、よく擦れるところ、摩擦で、色がね、落ちてしまいやすくなります。こういうのもね、ちょっとまめに、どういうかな、ビデオを撮って、修正してるのを、忙しい間はね、なかなかできんかったんやけど、こういうのができる時間が取れ出したんで、ね、立体的になるよという。で、まあ、こういうふうにいきますよというのでね。いいわけじゃないんですよね。作業は細かい。細かいですね。この襟のぼっちりのとことかね。こういう出来上がりとかね。だからこういう商品をね、これからおすすめしていけたらいいなと。いうのでね、今準備をして計画的にね準備していってるところです。皆さんね、お店ので受付している方とか、まあ、工場で生産加工に携わる方はね、これから、まあ、今まで定番の商品ね、衣替えの商品で一杯だったんだけども、こういった、まあ、新しいところとか、なかなか普段手がつけてないかったようなところもね、これから徐々に、取り掛かりができると思いますから、そちらを夏場の定番商品にするようにね、お客様に、知ってもらえるようにご案内できるように協力のお願いします。はい、以上ね。それと宮谷君ね、うちの息子が止めてもらったらしい今ここでなんか傷たくさんとこのお店行ってその遅まで飲みすぎたんで、宮谷君とこ転がり込んで止めてもらったんですって言ったけど。来てくださいました。まあ、はい、ありがとうね。いえいえ、ごちそうさまありがとうございました。社長、何人目の息子さんですか？うん、3番目の息子はね、ちょっと出張で帰ってきとったんや。あ、そうなんですね。うんうんうん、あ、楽しかったみたいですかね。アルスタのファンみたいで。うん、まああれですね、お店入ってこられて、清本ですって言うて、いきなり自己紹介されたもんで、こっちも、清本さんみたいな、なんか、ね、びっくりしたところもありましたね、最初は。積極的な息子さんですね。アルスタとね、キズタクさんの本出しんでね、よかったなと思ってね。うん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
そうびっくりしたんですよ。お店来はったんですよ。でもいつもね見てくださってるからね、はい、YouTube もです、ね、なので、はい、会いたかったんでしょうね。あ、なるほど、うん、リアルに会いたかった。やっぱりだから最初も本当に普通に、うん、傷たくさんの店は絶対行こうと思ってたんですってずっと言ってくれてて、美味しい美味しいって言ってくれた。え、なんかハイボール飲んでました。あら多分、うん、いやでも普通にこうお会いできてよかったなと思って、はい、そうですね。また帰ってきたらね、一緒に飲めれたらいいですよね。あ、そうですね。はい、僕は飲まないからね。中さんから、うん、キズタクさんの破れたシャツは石田クリーニングで補正できないですかねっていうことで。できますよ。破れたシャツあるんですか。あ、もう多分あれはね、もう無理ですよ。あれはもう裂けたんで、破れたんじゃないです、裂けたんですあれ。どこがですか。お腹のところです。ここフィーって裂けてね、えワイシャツ、ワイシャツみたいなのがね、これね、これね、これね、重いものをベッて持ったらね、ここビッてなってね、バリバリってなって。でもなんかあのリメイクって流行ってるからね、はい、いろんな色をリメイクしてね。そこでもまあ痩せたら一番だと思うんやけど。いや僕あの中の衣装がね、そのストライプやったんですよ、うん、細かいストライプやったんで、あのここだけなんかこう紡いだりとかしたらなんかここだけキュッてなるじゃないですか。そのストライプの柄が泡になるから、うん、それでもリメイクできますか。うんうんうん、できますよ。できるんか。できます、うん、やろうと思ったら何でもできる。ただでさえね、こうやってね、ちょっとあのボタンがあるじゃないですか。そのボタン止めてたらこうやってね、ストライプがね、八の字みたいになってるよってよく言われたんですけどね。うん、パーツパーツやから。はい、また今度ストライプ今度ちょっと着ていきます。こういう牛メガネさんから。クリーニングといえば先週2日間使った冷服を翌日にクリーニング店に出してきました。はい、来月は夏用冷服を使いすぐにクリーニングする予定です。うん、牛メガネさんから。近くに石田クリーニングがあったらよかったのに。残念っていうことで、うん、お会いしたかったですね。そうですね、ちょっと竹倉さんちょっと何とかしてくれないですかね。うん、ああ、本当ですね。ルートでね、アラをね、はい、アラをのついでに、うん、ついでに一緒に、はい、もう竹倉くんはもう満喫するんじゃない、観光して仕事とね。あ、なるほど、徳島まで行くわけですからね。そう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 、いいじゃないですか、うん、だからあの牛めがねさんにまずアラをで、あの電話してもらうと。ああなるほど。来るついでにクリーニングを引き取ってやみたいな感じしてもらって。でもそれだったら私が行きたいな。いや観光しますよ。いいよ、逆に めちゃめちゃ観光するよ。逆に一回一泊してきて、うん、あのこう牛のお世話をしてくるって。ああいいね。あ、体験を。うん、もう 夏の決まりこれ、うん、夏あの自由研究、小川さんの自由研究。自由研究。うん、いや朝何時起きなんやろ。牛眼鏡さん、うん、前言ってませんでした。3時4時3時4時ぐらいなかったですか、うん、そう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 、もう朝ごはん私ね低血圧なんよ。いや関係ないよ関係ないよ。低血圧の上のしかもね、あの貧血気味なんよね。おうおうおうだけど、ね、朝がね牛メガネさんからレバー食うてほしいですね。ほうれん草革靴もお手入れしてなかったので白っぽくなっていたので買い替えましたっていうことで。あー、買い替えの前のやつもちょっとあの、うん、竹倉さんに取りに行ってもって。いやいや、私が。あ、じゃあだからやってや、やってや自由研究。あのやっぱり牛のお世話はせないか。いやそれはもちろんよ。めっちゃ観光したりて、徳島ラーメンも食べて、うん、牛メガネさんとこ あの牛乳も飲んで。ああ、はあ、でも朝はな、朝はねやっぱりな追いつかんのよね体がね追いつかん。このエブリマンで終わってから出発して、うん、ほんで帰ってきたら多分夕方よ。そう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 、だから一泊してきてもらって、ね、あの牛のお世話をするっていう夏の自由研究、うん、いいですね。プロデューサーが行け行けって言う。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、うん、牛メガネさんが OK なら、うん、OK ならね、OK なら、はい、ダメやった時は、ダメやった時はあの四国カルストの方に、はい、おー、うん、でも牛メガネさんからいいですよとは来ない。おー、来た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 。あ、言ってないよ。言ってない言ってない言ってない。え、コメントで言ってるみたいに言ってる。言ってない言ってない。銀さんがあのチャットしてくれてます。おはようございます。おはようございます。で、キズタクさんの服っていう、はい、以上。ああ、中さんから大人の断り方って笑って言うけど、牛メガネさんから朝6時起きで作業開始は7時です、夜終了は22時過ぎですっていうことで。おお、あ、じゃあ大丈夫や。え、大丈夫なの。大丈夫よ。なんで。え、6時やったらもう通常やけん。あ、通常なんや。で、10時に寝るのも通常やけん。じゃあ、いいんですか。え、うん、10時に作業終了でしょ。ももちゃん一緒に行こうや。大丈夫。どっちが動けるか。あ、20歳差があるけど、私結構元気やけん。
いや私も元気です。でもそれやったらさ別の場所行ってやん。ロケとして。じゃあ四国からそうだから。いやだって撮ってくれる人がおらんといけんやんたまには。ああ。それはプロデューサーとかディレクターが。あ行かんけ。行かんのか。あの人たちは行かない。絶対行かない。絶対行かない。じゃあズームでとかズームで。いや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 、そんなもうその時間私らに付き合ってくれないから。そうです。大変なんですから。うん、まだコメントあります？あ、大丈夫です。大丈夫です、ね。じゃあ続いてはももちゃんのコーナーです。はい。石田クリーニングは2022年も全力疾走。綺麗さっぱり。全力クリーニング。全力リフォーム。動画配信、ドローン撮影。でも石田さんがいいですよと言わない。今年の石田クリーニングも。このコーナーでは社内で起こった出来事にスポットを当ててお伝えしちゃいます。今週のトピックスはこちら、衣類のお直しやってます。あ、さっき言った通りやな。あ、そうそうそう、はい、もう社長とね、うん、一心伝心やね。一心伝心ですね、うん、一心伝心か、うん、もう言いたいことが繋がり合ってます。繋がってるっていうことですよ、はい、遠く離れていても、うんうん、え、なんかの歌詞、うん、全然、あ、でも歌詞になりそうよね、うん、なってると思う、うん、なってたと思う、そんなうん、うん、なんかね、良さ…あ、俺自然知らんか。わかりますよ。わかるってよ。一心伝心でしょ。うん、うん、合ってるんか。そう、石田クリーニングはクリーニングだけじゃないんですよ。はい。クリーニングだけじゃなくてですね、うん、お直しもやってます、はい、裾上げだったり、傷のお直しだったり、うん、ボタン付けだったり、あと、ウエスト直しはい、だったり、広げる方はできるんですかね。広げるのもできますよ。え、そうなん？できますよ。そうなん？よっと広げれるんや、うん、できます。でももうそれ以上太ったらダメだよ、うん、体に悪いよ。ありがとう、うん、お母さんみたい。運動しましょう。はい、はい、うん、で、実例なんかはねホームページに貼ってますので、はい、そちらをご覧ください。でもホームページ読むのめんどくさい。そんな場合どうしたらいいですか？でもやっぱり、あ、なんか、あ、何？多分なんか俺何も知らんかったのになんかちゃんと用意されてるやん。これ以前あのお直し実演会っていうのをやったんですけど、はい、これはどういうその時の様子ですね。これどういうダウンが破れてる。あ、破れてるんや、うん、それを、はい、直す接着。ダウンもいけるの、うん、ダウンジャケットってあのシャカシャカやろ。だってそう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 、縫うとかの感覚ではない。あの同じ当て布っていうか、あの付属でついとったりするやん、袋が。はい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 。それをここに当てて、シールを貼ったナイロンで破れたらね、それ広がるじゃんやっぱり。はいはい、ああなってね、生地自体がね、うんうんうん、広がってしまうね。でそれもあの直せるしね、うん、でこうやってシールみたいになる、そうですね、もうこういう形で貼り付けるんですよ。へぇ、よく似た生地のやつも作るんですね。ダウンジャケットやっぱ中綿が出すもんね。そう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 、綿が出たりするからね。ここで反応ミスったらあかんで、ここで反応ミスったらあかんで、うん、すごい、うん、躊躇なくね、慣れてんの。うん、慣れてる。さすがですね。だってまだあの熱でピタってなるから。え、熱なの？うん、そうそう、アイロンでね。え、だってダウンジャケットって熱に絶対弱いやん。あ、そう、低温大丈夫なの。へぇ、うん、アイロンでも大丈夫。アイロンでも、そうなんや、うん、低温のアイロンを使う、うん、で、薄いので、あ、これね、同じ色の、うん、よかったよ。だからまだ貼り付ける段階じゃないですね、これ。貼り付ける乗せて、うん、で、こっから上に何か当てるんですね。違います、ね、違うね、うん、もうアイロンですよ。なるほど、うん、あ、こういう当てるのか。接着の透明のやつがあるんやけど、それにないあの布、うん、あの同じダウンの生地のやつを貼り付けて、うん、そしてすごい。あ、なるほどね、うん、貼り付け、うん、ちょっとね映像が乱れてますね。え、そうです、うん、あ、それでペラペラと、うん、手作業でね、こういう作業やってますよ。へぇ、すごい。すごいですね。あれでな、うん、すごっ、うん、あのパッと見はわからないっていう感じには仕上げれるので、うんうん、もうそれこそね、あのパッと見わからなかったら、うん、
なんか作業するときとかでもいいことない、うん、やっぱジャンパーって。まあもちろんもちろんもちろん。うん。冬場やったらね。うん、はい。破れたらどんどん広がるのでね。はいはい、広がる前にちっちゃい穴のうちに修理しとくと、うん、本当いいですよ。ああ確かに。うん、早め早めですね。早め早めよ、本当にちっちゃいミスでもね、うん、もうずっとほったらかしてたら徐々に取り返しのつかないね、うん、大きなミスにつながってくるっていうのは、うん、ね、え、自分のことを言う、え、なんかありました？あ、次のコーナー行きます？そういう話があるんかな。いや全然ないです。気づき日記が、お、楽しみですね。そうだそうだ、チャットないの、チャットないの、チャットないの、はい、ありますよ。閉めてもらおうか、閉めてもらおう、閉めてもらおう、え、まだ閉まらないですよ、うん、あ、まだ閉まらない、まだ閉まらない、あ、まだあるんや、はい、あ、そうかそうか、じゃあちょっとチャットいきますよ。ごちゃごちゃしよう。 D さんから Google マップでそこの場所見つけたんですが、松山駅の前走ったとこかしらということで、そうです、あ、そうです、はい、松山駅からあのちょっと走ったところです、はい、ちょっと走ったお日様市の横で、お日様市の横のセブンイレブンの敷地内にあります。石田クリーニング、はい、アルファ竹原店、はい、ブースターがあります。来週来てください。はい、待ってます。中さんから、じゃあカメラマンで行きましょうかということで、ぜひ来てください。ちょっと冷たいって。チャットくれた人に対して今日冷たいって。今のさ、テンポはさ、淡々としすぎよ。いや、来てほしいけん。誰さんですか、誰さん。中さん、中さん。中さんはあかん、中さんはあかん。どこで、徳島の人ですか。いや違う違う、中さんは違うやけど、中さんは、あんた自宅のことしなさい。あんた自宅のことしなさい。はい、残念やな。来てほしい、来てください。銀さんから、広げる言うても私の服を傷たくさんサイズには無理だろうっていうことで。ああ、なるほどね。銀さんは細いんですか。あ、もちろんスリム、スリムなんですね。僕がちょっとデカすぎるところはあります。ああ、デカすぎるっていう説があります。もうだけやっぱりダイエット企画やろうや。え、やっぱ体のためにも健康のためにもね。え、でもダイエットするって言ってませんでした。うん、え、やろうやろうやろう、ファスティングしよう。牛眼鏡さんから、牛の作業は…残念ながらです。あ、やっぱりダメなんだ。いや、まあ、何も言ってない、何も言ってない、何も言ってない、って言っただけや、これ。うん、でも素人じゃダメなんやね。うん、残念。いやいやいや、でもまあ、お会いできたらお会いしたいです。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。だから回収にだけは行きましょう。うん、まあ、はい、じゃあもう観光だけ行くわ。いや、仕事せえよ。観光だけ行くわ。やない、行くわ。友達か。友達で、いや、あ、まあ、ちょっと、うん、無理やから、ちょっと観光だけ行くわ。とりあえずみたいな。牛眼鏡さんから、あと、キズタクさんのダイエット企画はどうなりましたか。ですよね、してましたよね。やっぱりみんな気になってますよ。あ、気になります、このあのポスター、気になる。ポスター、ポスターこれ見て、6月23日、はっちゃい。全然ポスター、全然ポスターは今気になってる。はっちゃい。このちょっと話をどこへ流そうか考えて、ちょっと探す。流すところはないよ。流すとこないの。はい、銀さんから、来週松山の病院に行くから前通ってみる。はい、ちなみにそんなにスリムではないよっていうことで。いやいやいや、違うです。僕がデカすぎるっていう説があるんです。説？はい。言われてる、そういうふうに言われてる。気づきがでかいとある程度言われている。うん、まあ、でもね、あったらね、結構でかい。テレビで見るより、テレビで見るより結構でかいですよ。確かにこの背中のファスナー開けてね、うん、中に小川さん入ろうと思うと、まあ入れると思う。あ、まあ、結構ね、うん、でもぜひね、あの月曜日とかもね、うん、あの実際にリアルに見ていただきたいなっていうふうに。おー、なるほど、うん、そういう機会があるんですか。視聴観覧、はい、そういうことできたいなっていうことで。できるんですか。いや、あのプロデューサー次第ですけど。うん、勝てるので。あ、いいって、いいって。あ、いい。あ、いいよ。でも試しに言ってみた。おお。なので、ぜひぜひそちらも、うん、はい、遊びに来てください。はい、観覧希望の方、どっかで、ほんならね、希望つま、出へん、出へん。出へんねん。ディレクターもプロデューサーもそんな朝から用意してへんねん。いや、でもね、YouTube のね、あの、うん、メッセージとかで入れてくれたらね、はい、全然、うん、あのコーヒーぐらい出しますよ。喫茶店みたいな、うん、カランコロンって言って。次進んでもいいですか。え、まあ、どうぞどうぞって言われた。怖い怖い。今日おばさん頭が痛いんだ。ちょっと天気悪いから、なんか変化とかなんかあるんだ。怖いよ。今日、いや、絶好調じゃないよ。今日小川さんね、淡々としすぎよ。怖かったよ。あのね、小川さん
怖かった。あのアーカイブで見させていただきます。怖い。その言い方もよ。その言い方もよ。もうだ怖いよ。いやもう喋れんだ。どうしよう。怖いよ。あもうそれはももちゃんが可愛らしく伝えてください。どうぞ。何をですか。はい次行きましょうね。はい。はい、であのお洋服だけじゃないんですよ。お直しできるのは。はい。バッグだったり。うん。靴。うん、なんかもうお直しできます。はい、はい、素晴らしい。なのでまたお願いします。石田クリーニングの社員の顔が出たね。よろしくお願いします。ポーチとかもね、で、うん、ブランド物のコーチ、あのポーチとか、うん、バッグとかお財布とかもですよね。うん、そうそう、お財布とかね。そういう柄がついてるやつもいける。うん、いけるいける。でもなんかああいうのってファスナーが壊れたりすることない？よくあるのはファスナーの取っ手が、取っ手がないって、ボタンとかね。はいはいはい、はい、ドットボタンとか、うんうんうん、そういうのってもうそれで使えなくなったら捨てちゃわないといけないようになってしまうんですけれど、うん、はい、まあ、だからその外れたとしても取っといてよみたいな。うん、ね、そしたら直しやすいじゃん。直せますよ、うんうんうん、代わりのもの探さんでもいいってことでしょ。うん、そうですそうです、うん、そしてですよ、はい、お布団もまだまだやってますので。いや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 、お店に行くとね、最大 20% オフという 20% オフです、ね、今なら、今ですよ。今ですよ、今がチャンスですよ。どうした、なんか急に焦り出したみたいな。うん、焦ってます。焦ってる。全然大丈夫、全然大丈夫。お布団、今ですよ、はい、いやだからね、本当にこの梅雨の時期に突っ込む、はい、しかも今出したらちょうど6月、はい、頭から入れれるっていうことがあるじゃないですか。はい、そんならちょうど1ヶ月、そうです、次7月の頭、うん、そしたら思い出すじゃないですか。頭になったらこの預けてたねっていうの。そうですね、まあこちらからも一応ご連絡は、あ、そうなん、します。あーいいね、はい、ももちゃんが電話するの？します。あ、ほんま？はい、みんなほんの多分ももちゃんの電話待ちじゃん。あ、本当ですか？うん、電話かけまくります。コレクトコールの人みたいになるよね。お電話ありがとうございます。お電話ありがとうございます。コールセンター、コールセンター、コールセンターね、次のシーズンまで、うん、あの大切に保管もしますし、はい、まあ、有料ですけど、うん、もちろんもちろん1ヶ月ごとにね、1ヶ月ごとにちょっと550円ずつかかりますけど、うん、大切に保管いたしますのでどうぞご利用ください。そうですよ、家で眠らしとくよりは、はい、預けといて、はい、その場所を有効活用するっていうのは絶対いいですよ。そう、住宅菜園何する？家庭菜園する？家の中でするか。家の中土だらけなのじゃないかよ。押し入れの中が、もう床耕してたやろこれ。床を耕してたらお前ちょっと下掘りすぎて、あ、すいませんちょっと穴開けすぎました言うて下の人と喋ってもらえんの。あれ1階じゃなかったですね。言うな。でもミニトマトはちょうど夏に終わるからね。そうですよ、だから僕のとこも今だからオクラを頑張ってこう育ててるんですね、家で。はいはい、以上ですか。以上ですね。しっかりお布団洗いましょう。以上ミックストピックスのコーナーでした。はい、はい、ありがとうございます、うん、それでは木月さんのコーナーです。はい、あれチャット大丈夫ですか。ここ行くと、あ、チャット行きましょうか。そうです、ここ行ったらチャットがもう、うん、あ、中さんから観覧できるんだっていうことで、はい、銀さん番組中には意見、あ、ね、ですね、中さん、あら、生小川さん見てみたいっていうことで、あ、意外に生の方がいいと思いますよ。多分ね、多分ね。多分ね、うん、あ、会ってみたらね、本当ね、優しい人ですよ。いやいやいや、誰も冷たい人とは言ってないよ。いやいやいや、めっちゃ冷たい冷たい。いや、今日は冷たい。いや違うよ、スピーディーに終わらせないといけないなっていう、こう使命感。なるほど、なるほど。大丈夫です、大丈夫です、最後どうせダラダラ終わるんだ。あれはね、不人気やと思うけどね、ダラダラで。どう思います？どう思います？いや、小川さんが毎週ね、うん、皆さんチャット待ってます、コメント待ってますってこう明るく言ってる、うん、だけど今日の小川さんはこのチャットはね、こうでね、はい、こうです、はいはい、こうです、あの、こうですね、はいというでーっていう感じなんですよ。はい、気づきの気づき日記。小川さんと、小川さんと後で反省会したいと思います。はい、ですね、今日ちょうど昨日ですね、はい、昨日あの和牛の栄養ランクを召し上がれ、あの出演会でございまして、はい、あの道後温泉の道後商店街にあるですね、カンパチというお店を紹介させていただきました。魚屋さん？いや違う、見てないのか。見てない見てない、カンパチって言ったら魚やん。はい、あのね、うん、缶詰専門店。缶詰、そう、缶詰だけしか売ってない。みかんの缶詰的な、そういう感じの。そう、みかんもあった。おお、それで飲むの？飲む？飲む、
ビールはない。え、ご飯？白ご飯？白ご飯っていうか、タイ飯の缶詰とか。え、タイ飯が出来上がった状態の缶詰ってことですか？そう、それを缶詰にしてある。そう、ということは、ももちゃんも見てない。私仕事でした。あ、そういうこと。はい、まあまあ金曜の夕、あのまた深夜の方にまた再放送がありますので、その時見ていただけたらと思うんですけど、もう言うたらタイのそのなんか、まあ言うたら芋炊きの缶詰とかも、そう、愛媛ならではのその缶詰を集めてるっていうのがありまして、すごい。で、その和牛の A4 ランクでそれぞれ全員があの定食を作ろうと。そのカンパチっていうお店は150種類の缶詰があると。すごい、悩むね。そう、悩むんですよ。だタイでもいろんな味付けがあって、僕選んだのがガーリックペッパーっていう。あ、うん、そうですね。そうですそうです。ほんであと普通にね、あのサバのっていうか、その水煮とか、うん、味噌煮とか。あ、味噌煮いいですね、うん、そういうのでね、あれ米進むよね。進みますよね。缶詰のね、サバの味噌煮ってさ、はい、骨柔らかいじゃん。骨ごと食べれるじゃん。骨ごと食べれますあれね。はい、もうあれすごいと思う。あの技術だけは昔の人はどんだけ頑張っても多分考えつかんかったんやないかな。とりあえずね、なんなんそれ。気持ちを落ち着かせるんでね。ルーティーンですか。ルーティーンですか。もう、はい、リセットリセットボタンみたいな。リセットボタン、ちょっと小腹が空いたよね。小腹が空いたら、はい、うん、まあ、ディレクターが喜んでる。ディレクターが喜んでる。はい、だからね、あのね、うん、ちょっとね、あのこの水田さんセット、うん、川西さんセット、気づきセットみたいな感じで作らせてもらったんですけど、はい、あのちょっとね、これ実はちょっと裏の情報が入ってきまして。裏の情報、はい、はい、川西さんが作った定食があるんですけど、はい、それの中で塩みかんオイルっていうのがあるんですよ、うんうん、その塩、あの魚を塩みかんオイルっていうのにつけたやつがあるんですけど、はい、川西さんが選ばれたやつがあるんですよ。で、はい、これが一番うまいって言ってたやつがあるんですけど、はい、その塩みかんオイルが残り10個ぐらいしかないらしいです。あら、川西さんが選んだだけで。選んだだけでというか、もう放送日は昨日やから、うん、そこからサクサクって売れたわけじゃないんですけど、うん、もう川西さんがこれ気に入りましたよって、気に入りましたよって言ったやつはもう在庫が残り少ないやつだったらしくて、あ、だからもう早い者勝ちですよっていう話なんですよ。キャー、今すぐ行きましょう。はい、うん、もうももちゃんとかも買いに行ってください。道後にレッツゴーですね。道後にレッツゴー、缶詰専門店のカンパチさんに、うん、はい、どの辺にありますか。あ、もう本当にみかんおにぎりの玉屋分かる。あの道後温泉入り口から考えてもらっていいですか。道後温泉入り口からです。そうですね、あの商店街の方まっすぐ進んでいただいてローソンのところがございますね、はい、はい、ローソン の、 あの角のローソンですね、はい、L 字区角のローソンがありますね、はい、あそこを曲がっていただきまして、まっすぐ、だからどっちかというと時計台の方から行った方が近いんかな。あ、なるほど、時計台の方から入っていただいて、はい、時計台の方から入っていただいて、ずっと左を見続けて歩いてください。そしたらあります。わかりました。散策するしかないね、はい、いや、もうずっと左見てください。時計台の方から商店街入って、ずっと左を見ながらこうやって歩いてください。そしたら見つかります。わかりました。ね、あの道具とかね、散策すると楽しいよ、はい、いろんなお店があるから楽しいですよね。ぜひぜひね、愛媛でもね、愛媛のことを知らなかったりするからね、うん、で、こうちょいちょいお店も変わったりするんで、うん、あ、ここにこんなとこあったんやみたいな、うん、あ、確かにありますね。古き良きもあるんですけど、うん、新しく入ってきてるそのお店とかもやっぱりなんか楽しかったりする、うんうん、ぜひぜひね、行ってみたらいいよ、うん、あの人力車もあるよね。人力車ありますね、うん、まただから、あの道後温泉の、はい、カンパチさん、うん、ぜひ行ってみてください、うん、ということで、はい、今日は、はい、気づきの気づきにきでございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。今日長めにやっとるな。そうや ね、 ね、なんか長かったような短かったような感じですけれど、まあこっから後半。え、こっから後半なん。前半40分やった。今からハーフタイム10分取ろうぜよ。チャットがいきますね、はい、中さんの生小川さん見てみたいから始めますね。ああ、はいはい、銀さんから、はい、番組住んでから押しかけていっても会えますかということで、会えます。はい、意外に小川暇です。プロデューサーから仕事せって言われてるんですけれど、小川さんめっちゃ忙しそうにしてるイメージあんねんけどな。銀さんが来るなら予定を空けます。なるほどなるほど、はい、交通に気をつけてお越しください。
はい、そして、和牛の銀さんから和牛の忘れてたわっていう再放送メモメモっていうことで、はい、金曜深夜、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。何時からですか？あれね、結構バラバラなんよ。あ、バラバラなんですか？そう、深夜でニュースが終わった後みたいな感じなんだけど、うん、あ、でもね、最近のテレビはね、番組表っていうのを見たらね、あ、そうですね、わ、うん、かりますね、うんうん、ちょっと調べてください。最近じゃない、昔からよ。Gさんから、キズタクさんいつか会えるよねっていうことで、はい、もちろん、あ、いいですね、はい、やっぱ会うのを楽しみにしてるんですね、Gさんはね、うん、小腹が空いたらシャツの食べたらいいですよっていうことで、あ、いいよっていうリセット、ありがとうございます。あ、牛メガネさんから、ももちゃんの得意料理って何ですかって、あ、料理できるのかなって。できへん、できへん。料理できるわけないやんか。いや、そっちの方が冷たいことだ。私より冷たいことだ。待ってください、待ってください。今日、二人とも私に冷たいです。いや、そんなことないよ。そんなが冷たいよね。いや、じゃあ、得意料理は卵かけご飯です。それは冷たくしてるやん。違いますって、なんて違います。はい。卵丼です。知らんわ。なんかちょっと苦しいね。卵焼きとかやったらね。あ、でも卵焼きも得意です。だし派、だし巻き卵派、だし巻き卵ですね。ほんまかい。や、あれをだし巻き卵というのか。怪しいな。めんつゆ入れます。あ、めんつゆを入れる。めんつゆ、え、めんつゆ入れません？めんつゆとマヨネーズと、もう言わんほうがええ。それは普通の卵焼きやわ。普通の卵焼きとだし巻き卵と甘いやつってなんか違うんですか？ね、甘いやつは卵焼きの部類よ、うん、で、だし巻きの方は本当にだし半分の卵半分ぐらいの感じだから。そうそうそう、もうだってね、200ぐらい入れるのよ、だしを。そうもうめんつゆ同じ量入れたら辛すぎて食べれんから。いじめです。いじめです。違う。これに関しては、逆よ。俺らがももちゃん怖ってなってる。料理できなさすぎちゃうっていう。血引き継いでますもん。血引き継いでないよ。あのカレーを見てください。お父さんはバイクのメカニックだいぶ細やかにやってるから。いや、でもまあこれからね、うん、でもまあめんつゆとマヨネーズ入れると卵焼きが美味しくなるよっていうことよ。あとチーズも入れます。おー、いいよ、はい、いいよ。だから卵焼きの部類よ。卵焼きの部類、ね、そうそう、だし巻きはもっとだからもう薄いだし、その澄んだだしで卵と半々ぐらいで作るから。だしの素入れるんですかね？だしの素じゃないんだな。いや、やけどね、液体ね、考えようによってはもう大事にね、はい、育てられて、お母さんがね、いつもご飯を作ってくれて、はい、よかったね。はい。やっぱいじめられとる今日。いや、違うよ、ちょっとね、あのディレクターたちがうるさいんだけど、小川さん怖い言ってね。小川さんが怖いんや。今日怖いです。まあ、小川さんのことは俺は常々怖いと思ってるから大丈夫よ、安心して。はい、これよ、それよ、それよ、お母さん、それよ。売ってるとこっていう。いや、違う、止めて、一回止めて。今の金のうんこ売ってるよね。売ってますけど、ね、売ってます。あの、玉屋さんね、玉屋さんとこ、ね、はい、あそこの向かいです。そうです、うん、で、中さんから、こっから1時間番組に笑ってなるか。長すぎる。ここから1時間番組はさすがにな、うんうん、もうチャットもね、はい、いっぱい入れていただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さんのおかげで、はい、私たちも楽しくいつも、うん、やらさせてもらってます。はい、うん、来週はね、6月入りますけれど、うん、あ、ほんまね、はい、そろそろ締めようと思うんですけど、ディレクターたちが、うん、後ろのね、はい、イベントもね、だんだん増えてきてますね、はい、あのコロナです。お母さん、ボロかぶりっすね。そうなんや。紹介、うん、はい、なんですけれど、これ何のやつなんですか？はっちゃい、伊予市倫理法人会の、はい、うん、はい、主催の特別ナイトセミナーということで、はい、周年6月23日、木曜日、うん、会場17時5時からで、開演が18時から20時ということで、はい、場所はですね、イオ夢未来館ということです。はいはいはい、素晴らしい会場なんですよ、はい、新しくできたところですもんね。そう、すごい綺麗なところ、うん、はい、これモーニングセミナーは朝の飲み会って書いてるんですけど、はい、みんなベロベロなんですかね。いや、倫理法人会ってね、朝のモーニングセミナーが毎週
あるんですよ、うん、はい、はい、で小川園さんがされてるんですかね。まあ、時々ね、低血圧なんですね。出た貧血気味なんでね、うんうん、朝の調子によりますけれど、はいはい、で、うん、あのモーニングセミナーは朝の飲み会って言って気になりますね、はい、全然飲みあのアルコールは入ってませんけどね。はっちゃいって書いてますね。はっちゃいです、うん、ももちゃんなんか毎週ね毎週行ってますよ。朝何時やった？すごい。朝6時から6時前には私も行ってます。6時前から行ってる？はい、6時半からモーニングセミナー、モーニングセミナー始まってるんですけど、役員朝礼がね、6時から役員朝礼がちゃんと挨拶してね。はい、うわお兄ちゃん、はい、あこれ松本、はい、お兄さん松本お兄さんね、はい、松本お兄さん、まああれですよね、テレビにも出張りますよね、シンガーソングライター、はい、ニュース番組のコメンテーターやってますよね。やってますね。そしてこれは何社あるんですか？あ？これも一緒ですか？一緒です一緒です。中城先生が、はい、お話しして講話してくれます、はい、モーニングセミナー朝の飲み会と、はい、2つ、中城先生が喋るところと、はい、松本お兄さんが喋ると、松本さんが喋るところと、こんな時代だからこそ笑顔素直感謝の大切さっていうことで、もうテーマだけでもね、はい、大事やなって思いますよね。なるほど、うん、これ500円で、そう安いでしょ。それがなんと500円、安い。しかもご参加の皆さんにプレゼントありとか出る。やっと、うん、あ本当だよ、うん、ご参加の皆さんに知らなかったで司会はなんとね、うん、なんか放送アナウンサー古谷さんそうな、うん、南海放送さんも入ってんのこれ。ほんならそうアルスタのね、うん、宮谷さんがねビーンズでカメラマンで行ったりディレクターやディレクターやディレクターで行ってるんですか。アルスタすげえな、うん、南海放送のビーンズ編集してるんですか、うん、すごっディレクターずっとベロベロや思ってたのにそんなすごいことしてたんや。そうですよ、顔でかいって顔でかいって、ね、おかしいけど自分の顔やけど顔でかいって顔でかい顔でかいじゃん、ズームにしてるからよ。こうもっと顔ちっちゃいから俺大豆ぐらいやねんか俺サイズ。ちっちゃちっちゃ。そして銀さんからそして終わる終わる詐欺の時間に入りましたっていうことで顔でかい顔でかい顔でかいから。ペッタンさんから楽しそうやんけっていうことで、ああ出た、ペッタンさん出た、ペッタンさん顔でかいわ、はい、もう本当やったらねこれ遠近法なんですよ。もう僕が近くにいすぎるからこういうサイズ、そういうこと僕本当にちっちゃいですからね。もう僕ももちゃんと同じサイズですから。私顔大きい方ですよ。お身長の割に、身長の割に悪口言われためっちゃ悪口今の俺か、まあ、どう思いますか。うん、そうですね。待って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 、もう最後バシッとバシッとこれあのちょっとシャッと締めてもらってこれで、はいはい、6月23日、はい、特別ナイトセミナーぜひお越しください。はいはい、この中城先生と応募方法は、はい、うん、参加したい人はここに電話番号書いてあります。伊予市倫理法人会事務局電話番号089-987-7020になっております。はい、伊予市の倫理法人会事務局というところに電話したいですね。そうですね、これ電話したら、うん、あの向こうの人が出るじゃないですか、うん、なんかこうアルスタで見ましたよとか言ってもらったら。あ、そうですね、はい、はい、なんかアルスタ関わらせていただいてますので、はい、はい、割引はやってないですけれどあ、いやいやもちろんもちろんまあ、あのアルスタもね、それぐらいの力がつけばいいんですけれど、団体割は、団体割、あ、考えときます考え嘘やろ無理やろ無理やろ、ここやろ決めんの伊予市の倫理法人局法人会の事務局が決めることやんか。そうやね、小川さんが考えてもうん、まあやれるんやったらやろうかなぐらい終わるやんかでもまあ未会員の人が会員になってくれたら無料です、うん、はいぜひぜひ。でもまあ楽しい会ですよね、はい、楽しいと思います。ももちゃんもね毎週行って、はい、やっぱり楽しくね、楽しくやってますよ、やってます、うん、いろんな人のね講話っていうか経験談っていうのを聞けれるっていうのは本当貴重ですよね、うん、そうですね、自分ではねこう分からないことっていうのを教えてくれますので、うんうん、ぜひナイトセミナーは特別にまた
素晴らしくなるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、やばいぞ、はい、ねえ、うん、これとうとう多分今日1時間行くんやないかな、あら本当ですよね。で中さんからサービスショット笑いってなってますけれど、キズタクさんのさっきのドアップでしょうね。顔でかい、はいはい、顔でかい、止まってください、止まってください、スクショタイムです、うん、いや顔でかい、いや顔でかいんよ、いやいや、あ、いや貯まるか、お金貯まるらしいです、待ち受けにしたらお金が貯まります、スクショタイムです、スクショタイムです、いやだいやだいやだ、お顔でかい、はい、ペッタンさんから小川さんとももちゃんには会えませんでしたっていうことで、会えなかったです、あ、そうですね、会いたかったですね、うん、ペッタンさん会いたかったです、はい、いつもありがとうございます、ありがとうございます。ペッタンさんはもう愛媛にいないんですか。そうですね、はい、あ、帰られたみたいで、あ、帰ったんだ、うん、そうかそうか、あの同級生に手振ってるやろえ、いや、なんか どうするこの後、うん、この後どうする、ちょっとこの後ちょっとなんか反省会する、いや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 、じゃあそろそろほら、もう放送事故やってるやん、はい、ちょっとしばらくお待ちくださいのテロップ出るね、これはいはい、今週もね、盛りだくさんのはい、エブリマンデーでしたけれど、めっちゃ腹抱えて笑わせてもらいました、はい、長かったですね、はい、長かったですね、はい、なんかもう私結構優しいんやけどね、冷たいっていうのを知りましたけれどじゃあもう放送見て、今日の放送見て、銀さんからプレゼントはももちゃんの卵焼きですかっていうことで、卵焼き作る方法を、うん、はい、あの TikTok でやってもらって、 TikTok で卵焼きですか、はい、最近、あ、よかったね、 TikTok の題材ができましたね、ちょっと卵焼き、はい、牛眼鏡さんから1時間まであと10分切ったということで、そうなんですよ、そうですね、そうなんですよ、うん、もうええんちゃうかなと思って、私も思いますけれどねこれでいいとこでもあり悪いとこでもあるんですけどね、あの終了尺があんま決まってないんですよ、うん、はい、30分以上っていう感じなんでね、はい、もしかしたら いずれは2時間の放送になるかもしれないです、うん、はい、サッカーの1試合終わるかもしれないですね、あ、中さんからももちゃん頑張ってねということで、頑張ります、ぜひぜひ TikTok アルスタもご覧ください、はい、ももちゃんが更新してくれると思います、どうしたどうした、今こうやってしたら足首がバキバキバキって言いました、ババア悪口悪口、はい、でも仲良くやってます3人で、はいはい、来週のエブリマンデーも、仲良くやりますのでぜひご覧ください、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、また来週、来週は6月の入ってますので、はい、梅雨入りしてるかな、してるかもね、6月6日66の日です、おお、うん、耳の日かな、今日は、ね、ちなみにね、古民家の日らしいです。ディレクターが教えてくれました。古民家の日、うん、ゴミゼロの日でしょ。古民家行ってみよう。ゴミゼロの日。探してみよう。うん、あ、ゴミゼロの日。おお。うん。はっちゃい。石栗。はっちゃい。はい。あ、雨が止んだので、みんな散策してください。散策？うん。いろんなところを古民家散策して。無理やろ。水浜行かなあかんな。うん、はい、じゃあまたねー、はっちゃい、バイバーイ、はっちゃい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 、うん、はっちゃい、はっちゃい、中さんから来週も3人揃ってるかな、笑いっていう、え、もしかして誰かクビになりますか、誰、リンさんから来週の6日は病院の日っていうことで、あ、6日は病院、じゃあぜひぜひ松山に来た際にはもうこの竹原を、はい、来ていただいて小川さんに会いに来てもらって、はい、はい、お茶ぐらい出してくれるらしい、はい、ありがとうございました、バイバーイ、全然終わらない、バイバーイ、はっちゃい、え何、はっちゃい、バリバリ言う、バリバリ言う、え、何が、もうエンディングやからええやん、はっちゃい、おんき、またかかんない、うまいね、さっき終わったはずやもん、終わったはずなのにあ、ももちゃんもうしっかりしてたでもこれはもう、うん、まあ、ももちゃんに引き継ぎますよ、あ、いいよ、え、もう最後、もう今日の終わりはもうももちゃん、うん、よし、行こう、いじめ、ダメ、絶対、いや、ちゃう石くりでええやん、石くりでええのになんでそうなんやけどな、言ってることは正しいんやけどな、待ってください、ちょっと、キズタクさん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 、小川さんの顔見てください、なんでこの染め切ったんですか早く
締めよう。みんな仕事しよう。はい、よし、はい、よし。はい、石くり。あ、せーの行こう、せーの行こう。せーの、石くり。よし。繋がれる表、こっちはカメラに近づいていったわけですよ。別の角度から見てみてください。僕変なことしますよ。ね、こういう角度ですよ。ね、違うカメラから見てこんな角度で映ってるんですよ。今俺違うカメラに喋りかけてるから、どうせやると思ったよ。やると思ったんよ。そうや思ったわ。もう閉めるやろ、閉めるやろ。じゃあ行くで、石こり。